はい、では、今回はまずここにですねサンプルをセットして、でターボ分子ロータリーとターボ分子ボンベで引いて10分経った後の状態になってます。では、次に行うことをやっていきます。まずやることはですねこちらの、フォークについたサンプルをですねこちらのトランスファーロートで動かしてこちらのところに持っていくという操作になります。まず分かりやすくするためにこちらの電源を入れましょう。光源ですね。まずポチッとでここを回します。でこれはフィラメントでついているのであまり高い値にするとすぐフィラメントが切れてしまいます。で赤い印が置いてあるこの大きさのところまでで十分ですね。そうするとこのように内部が見ることができます。いいですね。では次にこちらのバルブ開けます。毎回バルブ操作するときは必ず、真空度チェックするようにします。本当は真空度を見ながらやるのが一般的なんですけどそれが、ちょっとできないちょっとなってますんで注意しながらやります。でまずですけどこちら開けるときは進行方向こっちですから回転は右回転だとクロックワイズだとクローズでしたね。アンチクロックワイズがオープンでした。アンチクロックワイズで半時計回りで回しますね。あ、こうですね。進行方向こうですからね回しますね。でそうするとこの奥のところの、扉が開きます。見とってくださいね。回しますね。そうするともうちょっと回しましょうか。もうちょっと回ってることも見せてもらおうかな。このように回っていますね。こっちの方向そうするとこちらが開いてきます。このように開いてきます。上がりますね。開いたのが分かります。で十分引っ込んである扉引っ込んでるのを確認します。で扉が開いてますね。このようにでここのやこの方これを動かします。まずこれを動かしながらどうやってやるか見ますとこのようにこう押していくだけです。そうするとここの部分がこのように押すと進んでいきます。いいですね。でさらにこちらに出てきます。ではちょっと見とってください。ここを押してここを確認する。ここを押していって確認する。ここを押していって確認する。そうすると出てサンプルが出て入っていってるのが分かりますね。ちょっとね赤色で見えづらいんですけどこういう風になってきます。でこういうように持ってきます。ちょっと色がね赤っぽくてちょっと見えづらいんですけどねそれはしょうがないですね。でちょっと持ち方変えますね。でこっからですけれどもこっからこの画面で見るとなかなか難しいんですけどこちらの Y と X とかチルトとか変えたりします。まあチルトはねおそらく45のままで印がついてる45のままでいいです。で変えます。まずこれを見ながら XY 大丈夫かなと見ます。おおむね良さそうな感じですけどまだちょっとうまくいってない気がしますね。これトランスファーロード動かせばいいのかな。あ、そういうわけでもなさそうですね。うん。で、XYZ を動かして調節しますけども、まあ、ちょっと引いた感じにしときますかね。で、あと Z、ここにある Z を動かして、ここ、はめ込みます。うん。まず、こちら側に回すと、進行方向でこちら側に回す。アンチクロックワイズ側に回すと上がっていきます。こうやって回すと見とってくださいね。上がっていきますね。ちょっと分かりづらいと思いますけど上がっていってます。上がっていってます。上がっこちらの方向に回すと上がっていきます。ちょっと見えづらいですね。すいません、ね、こうやって上がっていきます。で無理なくはまればいいんですけど今上がうまくいってません。そういう時はちゃんと調節します。今はちょっと
X 軸の方がおかしかったのかもしれないですね。あ、うまくはまらないですね。このようにですね、ちょっと見えづらいと思うんですけど、調節しながらうまくはまるようにします。ちょっと Y 軸もうまくいってないのかもしれないですね。うん、ここがね、意外に難しいんですね。簡単にはまるようにします。こういうように感じですね。そしたらある程度はまったらフォークを抜きます。こんな感じで抜けましたね。で、ごめんなさい、ちょっとうまくつってなかったけど、うまくいったらフォークを抜きます。こうやって抜けますね。で、あと問題なのは何かって言いますと、ちょっと隙間が空いてるようなんですよね。このこちらに端の方にちょっと見えづらいんですけど、隙間が空いてます。目で見ると分かるんですけど、その時どうするかって言いますと、こちら回しで上に上がるって言いましたね。逆にこちら回し、こっちの方向に回して下げていきます。下がっていきます。回すと、うん、でフォークより下げてください。でフォークを前に出して、でフォークを前に出して、フォークを前に出します。でちょっと上にかかるようにして、これをこっちに回して上にちょっとだけかけてみます。ちょんとぶつかるように、軽く軽くですよ。曲がっちゃいますからね。そしたらまた下げて、でここに R っていうのがあります。これを回すとこの下の台が回転します。このように回転します。で真っ平らになるように少しずつ上げて、ちゃんと収まっているかどうかを確認します。このように収まりましたね。でこれはあまり強くやりすぎるとフォークが曲がりますんで、フォーク曲げるとね、この後の作業が大変になりますんで、この後使う人たちは大変なことになりますんで、軽くです。本当に毎回口ずっぱく言ってるのは、軽くできるかどうかっていうところが本当に大事ですね。これもこんなことしなきゃいけないのも、実はあのフォークがね、曲がってるからなんですね。あのフォーク曲がってなければこういう作業もしなくてもいいんですよ、実は。だから本当にきれいに使わないと後の人が困って、いろんな作業を増やさなきゃいけなくなります。じゃあこれ引きます。引きます。引いていきますよ。引きますね。で本当引く作業の時も真空度見ながらやった方がいいんですね。で最後まで引けたかどうか確認します。あ、ここにあります、ごめんなさい。引けてますね。最後まで、最後まで引けてますね。最後まで引けたのを確認して、ここのバルブを閉じます。閉じる方向はこっちは進行方向で、クロックワイズが、閉めるですから、こちらですね、こちらの方向にこう回していきます。そうすると扉が閉まっていくのが分かりますね。でこのタイプはカンってなります。あ、ちょっと音が分かりづらかったかな。もう一回やりますね。もう一回やりますよ。ワンもやりますよ。こんな音になります。で遊びができます。こういうふうな、こういうような仕組みになってます。でちゃんと閉じてます。こうなってるのを確認してください。でこういう感じになってます。サンプルの移動はまず終わりです。で次回は、資料の位置合わせについて説明しようと思います。こんな感じでサンプルうまくいきましたね。はい。